はい。えー、冒険家の皆さん、こんにちは。えー、このビデオでは、えー、先ほどの、えー、ビデオの続きで、えー、と、要するにコピペの防ぎ方ですね。コピペの防ぎ方も、えー、このビデオの、えー、続きを話したいと思います。はい。えー、と、先ほど実際にこの、えー、コピペではない、えー、と、レポートを、えー、その、うん、バージョンヒストリーで確認する方法を、えー、ご紹介しました。 今度は、あの、そうではない方をちょっとご紹介してみたいと思います。はい。これがですね、もう最終的に、えー、提出された最終バージョン、えー、ですね。というか、すいません。これは実はフェイクです。私が作りました。はい。えー、ですが、じゃあですね、えっ、ー、と、これも先ほどと同じようにバージョンヒストリーから、えー、C バージョンヒストリーを見てみましょうね。はい。 で、そうすると、えー、これが最終バージョンなんですけどで、一番最初のバージョンはどうだったかっていうのを見てみましょう。はい、えー、これ見ればわかりますが、一番最初はまだ何もないわけですね。じゃあ、これさっきも言いましたが、この右向きの三角は、これを開くともっとたくさん、えー、バージョンがありますという意味ですね。なので、えー、っと、この、えー、っと、2月1日の一番下のところを見てみましょう。 ここね、ここあもうそうするといきなりこんな風にすごい大量の、えー、テキストがもう5ページまで入っていますね。これ時間見てもらうとよくわかるんですけど、最初何もなかったのが4時48分ですね、えー。それからたった2分でこんなに大量のテキストがここに、えー、あの、ここに、えー、もう出現しています、えー。これはあの、明らかにコピーペーストということがわかるんじゃないかと思いますね。はい。でしかも見てみると、えー、とですね、 もう上の方にこんな風に fromwikipedia, the free encyclopedia とかですね、jump to navigation, jump to search とか、いろいろ、あの、えー、wikipedia の,あのページを丸ごとコピーするとついてくる、そういうものが漏れなく、えー、入っています。はい。で、その次のバージョンを見てみると、この、えっ、ー、と、いかにも wikipedia からコピーしましたっていうところが、最初のところがこうやって、えー、削除されているわけですね。 はい。えー、で、まあ、それがですね、あの、まあ、あの、どんどん、少しずつですね、えー、まあ、あの、改良されていって、あ、ここ、今、これはここですね。はい。あの、Wikipedia は下の方に、あの、フットノートね、脚注がありますよね。そういう印も全部入ってきちゃうから、そういうところを、あの、えー、消していると。そういうことはこれでわかります。はい。<laughs> えー、まあ、このように見ると、えー、この、あの、編集履歴で、えー、 あの、過程をね、レポートが作られる過程を確認することができるんじゃないかと思います。あくまでも成果物だけ見ればいいという時は別ですけど、どのようにそれが作られたかという過程を評価する場合は、この、えー、バージョンヒストリーを見るというのはもう非常に重要だと思いますね。はい。えっ、ー、と。じゃあ、それではですね、最後に、あの、これをですね、えー、もうちょっとわかりやすく と、バージョン管理って言うんですけど、それをちょっとご紹介してみたいと思います。あの、一つ一つのバージョンに、えー、さっきは全部時間でね、えー <laughs> えー、ファイルが分かれていましたけど、バージョンが分かれていましたけど、それぞれに名前を付けることができます。メニューのファイルというところからバージョンヒストリーに行って、ネーム、カレントバージョン、その今のバージョンに名前を付けるというふうにすればいいわけですね。で、そうすると、 例えば最初はあのブレインストームをダーッと書いて、で、ブレインストームが終わったらそこにブレインストームというバージョンをつけると。で、その次に、えっと、それを元にダーッと第一項を書いて、それに第一項とかあるいはファーストドラフトというふうに名前をつけると。そしてそれにあの、いろいろあの、直したりして最後のバージョン、ファイナルバージョン、あるいは提出版とかですね、聖書というふうにして、そういう名前をつけると、そうするとあの、 学習者自身にもその過程を確認するのがとてもわかりやすいと思いますし、評価する教員の側にも便利じゃないかと思いますね。はい。それではこれでコピペを防ぐ方法を終わりにします。そして冒険は続きます。